皆さんこんにちは。レック専任講師の赤松です。本日は私の、基礎講座新15ヶ月合格コースから、見事、一発で司法書士試験に合格してくださいました、お二人をお招きしております。山中大輝さん、角谷真理子さんです。今日はこのお二人からですね、いろいろと、私の方からインタビューをさせていただこうと思ってます。皆さんこれから勉強されるにあたってね、ご参考に、いただければと思っています。それではまずは、司法書士を、目指されたきっかけについてお伺いしたいんですけども、じゃあ山中さんからお願いします。司法書士を、目指した、きっかけなんですけども、たまたま本屋さんで司法書士の、書籍を立ち読みしたことが、きっかけです。私自身は法学部出身で、法律の勉強はしたいと思っていましたが、なかなか、社会人になって勉強する機会がなかったので、この際勉強したいなと思ったことから、勉強しようと思いました。はい。で、レックの、京都駅前本校で、赤松先生の生クラスが開講されるということを聞いて、実際に講座説明会を行って、赤松先生の講義の進め方とか、勉強の仕方とかを聞いて、一発合格が、できそうだというふうに思ったことから、受講を決めました。ありがとうございます。はい、じゃあ角谷さんお願いします。私が司法書士を目指した理由は、社会人になってから改めて大学時代に学んでいた法律という分野で知識を身につけて成長したいなというふうに思ったので、資格の取得を目指しました。司法書士を選んだ理由は、難易度が高いので、その資格を取る価値もあるなと思いましたし、業務内容を調べたときにとても幅広い業務内容を扱っている資格だったので司法書士を目指しました。はい、ありがとうございます。今回お二人、法学部の出身ということですかね。はい。今回ね、たまたま、なんですけども、この、試験は法学部の方もたくさんいらっしゃいますし、それから他学部の方もね、たくさん試験されます。だいたい半々ぐらいのイメージですので、法学部の方ももちろんですね、法学部でない方もですね、どんどんチャレンジしていただければと思ってます。それでは、試験勉強を実際に始めてみて手応えはどうだったでしょう。思ったより難しかったとか優しかったとか、その辺どうですか。じゃあ山中さん。はい。実際受講を始めた時は、合格率約 3% と聞いて、すごく難しい試験じゃないのかなというふうには思ったんですけども、実際やっぱり試験範囲っていうのはとても広いので、やっぱりこう合格するのはほんまに大変なのかなと思ったんですけども、一個一個の論点っていうのはそんなに難しくないのかなというふうに感じました。試験が膨大なので、やっぱ全て勉強していたらきりがないので、しっかり学習範囲を、重要な論点に絞って、勉強することで最短距離で合格することができたかなというふうに思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ角谷さん。勉強を始めて、先生も丁寧に説明してくださるので、内容の理解自体は思ったより難しくはないのかなというふうに思ったんですけれども、実際その知識を使って試験の問題を解くとなった時に、その試験で解けるだけの知識として身につけるというふうに考えると、とても分量が多いなというふうには感じました。はい、そうですね。今2人お話しいただきました通り、この試験の一つ一つの論点だけ取り上げたらそんな難しくないんですよね。でも、何が難しいかって言ったら、もうとにかく量が多いとそこはどうやって、クリアしていくかっていうところだと思うんで、この、ね、お話を参考にしてもらって、ここは難しくないんだけど、膨大な量を、ね、うまく、カバーしていくことが大事なんだっていうことを、ね、皆さんも分かっておいてもらえたらな、と、ね、思います。はい、それでは私の自分で聞くのちょっと恥ずかしいんですけど、私の、講義の良かった点、どんなところでしょう。じゃあ山中さんお願いします。赤松先生の、講義の良かった点としましては、重要なところは、しっかり線を引いて、A ランクや、B ランクの論点を
明確にされているっていうところが非常に良かったなと思います。で、講義もそういった重要論点を中心に時間を割いて説明してくださいましたし、逆にその C ランク以下の本当に試験にほとんど関係のない論点については一切触れないといったメリハリのある講義が、大変良かったかなというふうに思います。また、講義の進み具合も、ちょうど良くて、講義の終盤に、急ぎ足で進めていくといった、ことがなかったのが、非常に良かったなというふうに思いました。ありがとうございます。じゃ、角谷さんお願いします。はい、赤松先生の良かったところはとにかく無理無駄無駄がなくてスマートに知識を整理できるというところだと思います。山中さんがおっしゃってくださったようにテキストの整理もそうですが、記述の解放の仕方も教えていただいて、赤松先生の、解放の仕方で練習をしてから、論点の取りこぼしもがなくなったり、試験時間内に解けるようにもなったので、その記述の対策がとても良かったなと思っています。ありがとうございます。はい、まあ、本当はお二人とも私自身がまあ、こういった講義をしたいなと、常々考えて、まあ、実践しているところ、まあ、それを逆にお二人が本当によくなんて言うんでしょう、理解をして、いただいているなっていうところをね、強く感じました。ありがとうございます。勉強していた中で、効果があった方法だとか、それから、まあ、使っていた教材なんかについて、次教えていただけますか。はい、じゃあ山中さんお願いします。まあ、使っていた教材としましては、本当にブレイクスルーと、過去問、のみで基本的には対応可能かなというふうに思います。基本的には教材はブレイクスルーのみに絞って、他の書籍には手を出さないということを、意識していました。またブレイクスルーにおいても、講義で、マーカーや印をつけた箇所、まあ、AB ランクの論点のみに絞って、学習を進めていくことにしました。過去問においては、語学ゾーンを、繰り返し、回していました。また記述式試験に、記述対策においても、赤松式ホームワークという、赤松先生の独自の、プリントで、しっかりとひな型の理解を深めることができたので非常に良かったなと思います。はい、じゃあ角谷さんお願いします。私も使っていた教材としてはブレイクスルーテキストと過去問の合格ゾーンです。特に勉強方法としましては、インプット講義が終わった後は3週間で全教科の全範囲を回すというふうなやり方でしていました。ブレイクスルーのインプットもそうですし、過去問に関しては直近15年分を最初の3週間でして、その後の15年分を次の3週間で回すといった形で回していました。本当にブレイクスルーテキストと合格ゾーンを何回も何度も何度も繰り返したことが合格につながったんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。今お二人からブレイクスルーテキストとそれから合格ゾーンというね、書籍名が出てきましたけれども、レックの方で、こちらの講座で専用に使用しますテキストとして、ブレイクスルーテキストというものがございます。それと本試験の過去問集で合格ゾーンというものが、ね、ございます。で、今のお二人の、お話聞いてますと、もう他の教材にはもう手を広げないで本当にこのレックの教材だけを、使って、何回も繰り返して勉強、してくださったということが、ね、よくわかります。で、この試験は本当にそこは大事なんですね。あれこれ手を広げるんじゃなくて、もう自分が決めた教材だけに絞り込んで、それを、とことん繰り返すということが、ね、大事です。お二人にちょっと今日使っていた頃のテキストをお持ちいただいていますので、私ので前の画面に映してみたいと思います。こちら山中さんの方がお持ちくださった、不動産登記法という科目の、テキストです。パラパラっとこうめくった感じ、こんな感じですね。ちょっと前の画面で見ていただくと、あんまりマーク入ってないような感じがしますけども、これ私の講義の通りで、マーク入ってないところが C ランクなんです。で、私のクラスでも、
ここ本試験には関係ないだろうというところはもうどんどん思い切って C ランクというところで無印にしていってます。でこうやってマークがついているところはね A ランクとか B ランクという論点で、まあとにかくこのマークがついているところをもうとことん繰り返して、身につけていっていただいたっていうねことです。こちらが角谷さんのテキストで、こちら民法のテキストだけど、まあ同じような感じですね。マーキングされている感じが、お二人とも本当にあの私の指示に沿って、マーキングをこんな感じでね、していただいています。こんな感じですね、はい。まあ、とにかくあの量が膨大なんでね、もういかにうまく絞り込んで勉強するかということが、ね、まあ、大事な試験です。はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、勉強、ね、すごく大変だったと思うんですけども、息抜きとかモチベーションとかどんな感じで工夫されてましたか？勉強の息抜きなんですけども、去年からコロナウイルスの影響により外出っていうのは基本的には自粛はしていたんですけども、コロナの以前は例えば、いろんなカフェとか、自習室に行って、勉強する場所を変えるということで、気持ちを切り替えて勉強することができたということがまず一つです。あと、ジムへ行ったり、銭湯へ行ったりしてリフレッシュするということもしていました。適度なそういった息抜きっていうのは、長期的な、学習する際に、とても、大事なことだというふうに思いますので、ぜひ積極的にそういった息抜きも利用するのはいいかなと思います。 ありがとうございます、はい。じゃあ角谷さん。私は、モチベーションアップに関してはずっと自習室で基本的に勉強していて、周りに他の資格を目指している方もいらっしゃったので、周りの方々の勉強している姿が自分のモチベーションにもつながりました。あと息抜きに関しては、1日家にいる時などは、昼食時に録画していたドラマを見たりとか、そういった番組を見て気分転換をしていました。ありがとうございます。ドラマってちなみにどんなドラマなんですか？刑事物とか。そういう系統ですか？はい、はい。じゃあ司法書士に合格されて、これからどのような方向に進んでいこうとお考えでしょうか？山中さん。まずは、司法書士になるために、司法書事務所にまず就職したいなと思います。まずは一人前の司法書士になるため、実務で活躍できる人材になっていきたいと思っています。将来は独立も考えているので、経営者目線で物事を考えられる力をしっかり養いたいというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ角谷さん。私は今、就職活動中です。これから、幅広く、いろんな実務を経験してさまざまな案件に対応できるような司法書士になっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ大体、まあ、インタビュー以上なんですけれども、まあ、今回このお二人がね私のクラスから一発で合格してくださいました。で、まあ、今のインタビューからもですね、お分かりいただけるかと思うんですが、お二人はもう本当に誠実な、お人柄をお持ちです。で、まあ、この試験に大事なことは才能じゃなくて本当の努力だと思います。お二人本当に、頑張って、ね、本当に大変な試験なんだけど、努力をされて、合格を、ね、勝ち取ってくださいました。本当に一生懸命頑張って、ね、勉強してくださいました。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、はい。じゃあ今回の話をね、ぜひ参考にしていただいて、司法書士を目指してみようかなっていう、考えられている方はですね、ぜひ積極的にチャレンジをしていただきたいと思います。で、まあ、もしね可能であれば、私のクラスの方でね参加いただいて、それでまた、お二人に続く形でね、一発合格を目指していただければと思っています。はい、それではまたまあ、この動画をご覧の皆さんとね、今度はまた、次のステップね、皆さんがチャレンジしていただけることをねお待ちしております。はい、それでは本日は本当にお二人、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。